関西未来フィナンシャルグループの港銀行は、新たなビジネスを創造する拠点として、今日神戸市内にビジネスプラザ神戸を開設しました。どうぞ。神戸市内に開設されたビジネスプラザ神戸のオープニングセレモニーには、井戸知事をはじめ、服部弘明港銀行頭取、東和弘りそなホールディングス社長らが出席しました。ビジネスプラザ神戸は、去年4月にりそなホールディングス傘下に入った関西未来フィナンシャルグループの港銀行が開設した施設で、りそなグループの取引先のおよそ50万社のネットワークを利用し、企業同士を結びつけたり、創業や企業の支援や人材に関する相談に対応したりします。すでに東京、埼玉、大阪に開設されているビジネスプラザと、今日神戸と同時に開設された滋賀県大津のビジネスプラザを含め、5カ所をネットワークでつなげ、新たなビジネスを生み出す拠点となります。地域の経済活性化の発展のお手伝いをする、そういった一大拠点としていきたいと。港銀行はビジネスプラザ神戸を神戸から新しいビジネスの発信を行う拠点として活用していきたいとしています。